どうも皆さんこんにちは、渡辺です。突然ですが、頭皮の匂いだったりベタつきって気になってませんか？今回は頭皮ケアにおすすめのシャンプーとケアアイテムを紹介します。今回紹介するシャンプー、こちらルメントスパークリングオイルクレンジング&シャンプーとルメントヘッドスパになります。というわけで、こちらのシャンプーを使ってみて良かった点を紹介します。良かった点は4つあります。1つ目が、頭皮、髪の毛にいい成分にこだわりがあり豊富に含まれています。2つ目が、洗浄成分がアミノ酸系シャンプーなので頭皮に優しい。3つ目が、炭酸なのがいい。4つ目が、使用感がとても気持ちいい。まず頭皮、髪の毛にいい成分で、こちらの6種類の美容成分、あと9種類の植物エキスが配合になります。特に気になった成分がこちらのリピジュアっていう成分です。これが毛髪補修成分でかなり優秀だと思います。ヒアルロン酸の約2倍の保湿力があるので髪に潤いを担保します。次に洗浄成分なんですけど、アミノ酸系シャンプーで髪、頭皮に優しく、落とす必要のない油分を守りながら汚れを落としてくれます。次に炭酸がいいっていうところなんですけど、基本的に頭皮ケアにアプローチしていくんだったら 4000ppm 以上必要っていうふうに言われてるんですね。なんですけど、こちらのルメントは 5000ppm 以上あります。なので頭皮ケアにもしっかりとアプローチしてくれます。また炭酸が毛穴にしっかりと入り込んで汚れを落としてくれるので、頭皮のね、余分な油分も落として、あとは匂いの除去もしてくれます。次に使用感なんですけど、炭酸がとてもシュワシュワな感じでめちゃくちゃ気持ちいいのと、泡立てる必要がないのですごく簡単に使用できました。後ほどね、使ってる様子も一緒にご紹介していきます。ここまでシャンプーについてさらっと、紹介させてもらったんですけれども、頭皮ケアをしたいっていう方には結構個人的にはおすすめかなと思います。あと、まあシャンプーだけじゃなくて、まあヘアケアアイテムもありますので、それも、後ほど紹介していきたいと思います。続いてヘアケアアイテムはこちら。こんな感じでカバー外すと、こんな感じになってます。こちらは本格ヘッドスパのハンドテクニックを再現したアイテムになります。これはシャンプーと一緒に使用することができて、でシャンプーをしながら頭皮を揉み込むことによって汚れをしっかりと落としてくれます。その結果、健やかな頭皮を作ることができます。じゃあちょっと動かしてみます。こんな感じでね、うにょうにょ動くんですけど、これで頭皮を揉んでくれます。先端の突起しているこの4つの部分が毛穴の汚れをしっかりとかき出してくれる設計になってます。そしてコードレスで防水仕様なので、お風呂場でね、シャンプーをしながら使用することもできます。ボタンを押すとスピードと、あと回転方向の4種類のモードがあります。じゃあ実際押してみますね。これが1個目、でもう1回押すと速くなります。でもう1回押すと反対回転でゆっくり、でもう一回押すと速くなります。こんな感じで4種類が試せます。じゃあ実際使ってみてどういうものかっていうものをお見せしたいと思います。じゃあ実際シャンプーやっていきます。もうね、髪の毛ちょっと濡れてる状態で、うわすげえ、もう泡です。むちゃくちゃ。セミロングの方とかだったら、まあ、ピンポン玉2つ分ぐらいで、ロングの方だったら3つ分ぐらい、出してもらっても OK みたいです。で今回僕もショートヘアで短いんで、ピンポン玉1つ分で頭皮に実際つけていきます。ちょっとだけね、泡を広げてつけていきます。通常のシャンプーとかだったらこう泡立てて頭皮につけていかないとダメなんですけど、もうこれもうこの時点で泡立ってるんで、すごく簡単につけやすいです。なんか炭酸の効果なのか、ちょっとね、気持ちいい感じの泡な感じになってますね。これで全体的につけ終わったので、ヘッドスパをやっていきます。でもこの字体が書いてる方を下にして、こう持った方が持ちやすいかなと思うので、この状態でやっていきます。まずはね、ちょっとゆっくりめの状態で、強めの方が気持ちいい方って関してはちょっと早めでもいいかもしれないですけど、まずは最初は皆さんのね、ゆっくりめのやつで1段階目でやった方がいいかなと思います。生え際の部分から頭頂部一番上に向かってマッサージをしていく。
こんな感じでやっていきます。うわすごい気持ちがいいというか、本当人に揉まれてるみたいな感覚ですね。で、そんなになんか強く押し当てなくても十分頭皮のこう、なんですか、揉み込まれてる感がすごく出てくれるんで、女性の方とかだったらね、こうあんまり強くやっちゃうと頭皮がね、痛めつけてしまう可能性があるので、そーっとやる感じで大丈夫かなと思います。で、特にね、この辺の頭頂部ら辺とかって皆さんやりができがちだと思うんですけど、多分こう耳後ろとかこの辺とかしっかりとやってあげると頭皮すごく柔らかくなります。特にこの後ろから、耳後ろからこう上がってきたところのつむじら辺、むちゃくちゃ気持ちがいいです。でもね、なんかこれのやりすぎるのはあんま良くないかなと思うので、全体的にこう一周回る感じで個人的にはいいかなと思うので、ちょっと一回早めでもやってみますね。どんな感じになるか。早めだとより汚れがかき出されてる感じになるかなと思います。結構マッサージの強めな方が好きな方は早めでやってもいいかもしれないですね。ある程度こう痒みがなくなってきたりとか満足するぐらいでやめていただければと思います。一通り終わりました。で、これね、止めるときはもう長押しをすれば止まるので、これだけで OK です。はい、それでね、キャンプをして、マッサージをして、で、今ちょっと洗い流してきたんですけど、まあこの時にね、まあお使いのトリートメントをつけて洗い流してあげると、よりいいかなと思います。やってみて、で、個人的に結構ね、シャンプーしながらマッサージとかを結構するんですけど、僕、頭皮、ちょっと柔らかい方なんですけど、よりなんか、なんていうんですか、こう、ぐっと引き上げられてる感がすごくあって、めちゃくちゃ気持ちよかったです。で、普段やっぱりね、頭皮をマッサージされてる方ってやっぱ少ないと思うので、まあこういった感じでねやってあげると本当にね、若干顔のリフトアップも上がってくるんじゃないかなと思います。まあ続けていくとなんですけどね。で、やっぱシャンプー自体も本当にね、泡立てしなくてもいいので、そのままつけてもらってマッサージをする。なのですごくね、簡単にシャンプーができる、で、頭皮ケアができるっていう感じになってるので、爽快感っていうよりはなんかこうスッキリ感の方が近いですよね。なんか爽快感だとちょっとスーッとした感じなんですけど、なんかこうスッキリした感じの、シャンプーになるかなと思います。なのでね、スースー感がこう苦手な方、まあ、女性の方とかにも結構お使いになれる、シャンプーになってるかなと思いますので、個人的には結構好きかなって思います。で、シャンプーは単体で2640円で、あとヘッドスパが1780円になります。で、シャンプーはね、まあ消耗品なんですけど、ヘッドスパはまあずっと使えるんで、まあ結構いいかなと思います。で、今回 YouTube を見てくれた方限定で、シャンプーとヘッドスパのセットでなんと1780円になります。まあ、簡単に言うとね、まあ、シャンプーがタダになるっていう感じじゃないですか。なのでもう試すのには結構ね、いいかなと思います。シャンプーとマッサージってね、なかなか同時に続けていくことって難しいかなと思うんですけど、これだったらね、その両方が同時にできるので、まあ頭皮ケアはもちろん、血行もね、良くなりそうですよね。で、特におすすめする方は、抜け毛やね、薄毛に気になる方、頭皮の匂いだったりとかね、ベタつきが気になる方、綺麗な髪の毛を作りたい方、頭皮ケアをしたいと思っている方に、特におすすめだと感じました。今回のね、ルメントさんの商品、YouTube のね、限定価格もありますので、下の概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひそちらからご覧になってください。今回も動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。今後もね、ためになる動画を発信していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。